イムスカの弟有吉さん、自称料理研究家ことグラドルの森崎由紀の野郎が自身のブログでこんなことふざいてやがりました。自称じゃない。今日は私のデザインしたエプロンの発売日、日本には可愛いエプロンがなかったので見せるエプロンを作りました。皆さんに使ってほしいです。おい、女版川越達也てめえはな、料理研究家副業でやってるくせにノーノーと宣伝しやがってよ。イケメンが大嫌いなゴキブリ系男子の俺だけどな、本気で料理研究してる早見もこみちの方が何ぼか好感持てるんだよてめえを見るたびにいつも乳出しやがってよ。ゴキブリ系男子料理研究部の服部先生もおかんもりだぞそんなに乳を強調したかったら裸エプロンで3分間ファッキングしとけばな。もうゴキブリ系男子なんですね、服部先生。そうだったんですね。そうなんですか。絶対違うと思いますけど。あそこの給食屋のおばちゃんやりてぇ思ってたんですかね、今まで。あそこのね、あれなんですよ、ちょっといい肉じゃが出す店があるんですよ。78ぐらいのおばあちゃんやってるんですけどね、いつも行ったらやりてぇなと思って。ごきぶりですね。校長ですよね、うん、学校の、ね、偉い人ですよ。偉い人です。全然すごいですね。FM さん、イムスカの弟、有吉さん、こび売りの少女こと小島春菜ちゃんがツイッターで大統領お誕生日おめでとうございますとつぶやき、またもやこびを売っていました。お前な、こび売りすぎだし、だいたいテレビのキャラをいつまでも引っ張ってんじゃねえよ。有吉さんは大統領も軍人ロックスターとかいうセンスのねえ異名も全てキャラなだけで、本当の姿というのは38歳独身、少し強がりなド M のおじさんなんだよ分かったんなら次の有吉 AKB の16でムチで尻叩いてやれ。声を出して喜んでくれると思うぞ。情報量は陰謀3本でいいからな。じゃあな。否定されますか。いや、なんかこう篠田真理子が、なんか誕生日、有吉さんおめでとうございますみたいなのを、返すさ、はい、それでなんか AKB の話が、有吉さんなんか篠田真理子がそういう風に言ってるの無視ですかみたいなことまた言うから、ちょっと面白そうだから、じゃあありがとうございますみたいなの送り返した、はいはい、さあ当分して小島春菜もなんかこうやって書いてたんだけど、俺も全然気づかずにまたシカトしちゃってまたちょっとなんか篠田は相手するのに小島は相手しねえのかよなっちゃいますよ。よくわかんないのが気になる。関係ねえんですけどね。FM サイン、ムスカの弟、有吉さん、ビッグダディもどき塩谷俊のチキン野郎が自身の出演する映画の舞台挨拶でこんなこと言ってやがりました。この映画を通して信じてやり抜くことの大切さ知りました、うん、偉人たちは信念を持ち後世に何かを残してきた。僕も何かを残したいと思います。 おい、ビッグダディにコンドームつけただけのクソ野郎、お前言ってることとやってること全然伴ってねえぞ。信念持ってやり遂げるなら二股三股何でもやればいいじゃないか。そうすれば後世に大量の子孫を残すことができるぞ。富永その山と付き合ってるあたり、お前は相当ストライクゾーン広いみたいだから、リリコとかといいんじゃないか。俺でも付き合いそうな女もみんな持ってけどろもさて泉谷しげるお兄様に連絡とこれひどいね。ビッグダディにコンドームつけただけの清掃庫ひどいっすね。際立ってこれ一枚あげましょう、はい。FM さん、イムスカの弟、有吉さん、夜メガネこと鈴木雅之さんがヤフードームで土曜日に行われたソフトバンク VS 日ハムの試合前にライブを行い、夢で会えたらしか歌えないことを隠すために15分の持ち時間で10分ぐらいトークをし、最後にこんなこと言ってやがりました。僕のこの歌のように夢のある試合になることを願います。おい、ヒゲ親父、お前すごいな2対6からソフトバンクが7対6と8回に逆転勝利、若手が打ちまくりの逆転で本当に夢があったよそんなに予知能力がある鈴木さんに聞きたいんだけど、俺って童貞を将来的に卒業できるのか最近というかここ1年女子と話してないから気になってるんだよね。夢だとクラスの女子と何度もやってるんだけどな。独
か卒業できますよ。いや続きますないですよ。言われに聞くなよ。そんなこと言われちゃって困っちゃうね。困っちゃいますよ。一回もうこんなもん一枚あげときましょうか。かわいそうだからね。かわいそうだから一枚あげるわお前に。まあそんなもんですかね。はい、はい、以上でございます。ふみさんいますかの夫と有吉さん、カリスマの第一人者センスの塊ことリカ子さんが NHK のスポーツ討論番組で甲子園大好きと発言した後、専門家の野球界もサッカーのようなユース性を取り入れるべきという意見を聞き、こんなことを言ってがありました。甲子園は暑苦しいし、なんかダメよね。ヨーロッパみたいにスマートな育成しなきゃね。おいババア、たった5分でこんなに態度表現する女なんてな、俺に罰ゲームで告白してきた女ぐらいしか見たことねえわ。いろいろ言ってやりたいことがあるんだけど、番組中には終わらなさそうだからこれだけは言っとく。有働アナウンサーがテレビではやっちゃいけない苦笑いしてたぞ。今や女性のカリスマはな、脇汗見せたりリアルな自分をさらけ出すことのできる有働アナウンサーなんだよ。てめえは勘違いしてるようだからな、デンマーク行って小便小僧に頭冷やしてもらえ。尿まみれババアが。どうしようか。大丈夫、ムスカの弟。有吉さん、日本オルチニン協会が飲み会についてのアンケートを行い、有吉さんが一緒に飲みに行きたい芸能人第2位に選ばれたことを発表しました。面白い。クソみたいなアンケートだな俺。びっくりしたまさか俺に。ダーリンハニー吉川マシンガンズ、酒好きをアピールするために芸名にまで酒を入れてやがるアルコ&ピースですら有吉さんと飲みに行くのを嫌がってんじゃねえか。おい、アンケートで有吉に投票したゴミクズども、お前らみたいなやつが日本にいるからな、政治や経済が悪化するんだ。自民党がダメなら民主党、民主党がダメなら自民党、メディアの報道に踊らされやがってよ。情報社会ではちゃんと自分のふるいにかけて情報を飲み込みやがれ。俺もな、母親からあなたは可愛い子してるわよ、可愛い顔してるわよっていう情報と、卒業アルバムにクラスメートから書かれた君の顔面は一生忘れないという悪意あるコメントをふるにかけてる最中だ。俺は母親を信じる。あげなさいちゃんと。飲みに行きたい芸能人第2位。すごいですね。ね、1位誰なんだろう。1位誰だろうな。さんまさんとか。ああ、そうですね。ラジオネームスカの弟。有吉さん、やりまんと3文字かぶっている矢口真理の典型的ディッチが。もういちゃもんだよ。安田圭の結婚についてブログでこんなこと語ってやがりました。本当に本当に心からおめでとう。私の結婚式でブーケを受け取ってくれて、この結婚自分のことのように嬉しいです。圭ちゃん、やっと婚約発表しましたね。この日を待っておりました。出た出た出た、お得意の自分のおかげです。アピールで好感度上げようってか。ただな、今回はそううまくはいかないぞ。なぜなら、あの結婚式でお前が投げたブーケを最初に受け取ったのは安田圭ではなくクリス松村だ。そしてクリスが安田にそのブーケを手渡したから結婚しただけであって、お前の手柄ではなくクリスの手柄なんだよ。はあ、この事実は世間に知られてない。我々を舐めてもらっちゃ困るな。この事実はな、2012年の6月にこのゲスラジオで大々的に放送されてるんだ。反省したらヒルナンデスの放送中にズル向け風俗まんじゅう有吉を刺激して、昼向け低俗番組しこるんですを放送した。無茶苦茶。ありがたいですけど。ありがたいじゃないよ。しこ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 。いるからそんな。しこるんだ。しこるんで。一回目は見よう。ラジオネームスカの弟。有吉さん、料理番組をするためなぜか美容にこだわる森崎ゆきとかいうババアが水着姿の写真集発売し、こんなこと言ってがりました。この本は美容調理法が載っているので、あくまでも料理本ですからね。やかましいわ。平野レミさん見てみろ。愛のままのババア顔にきっといカラフルなエプロンしてんだろ。食料も女もな、ありのままの無農薬の方がいいんだよ。だからてめえもその濃い化粧に包まれた仮面外して、もこみちみたいに真面目に料理やれ。どうせすっぴんお化けになってモテなくなるだろうけど、そん時は俺んとこ来い。俺のトロトロ熱々のクリームシチューをお前のおまみちゃんにぶっかけてやるんだよ。あー、リオさん我慢できなくて人生で初めて20冊も料理本買っちゃったよ。ラジオネームスカの弟。
有吉さん、パンを10個貯めないともらえない程度の数しかグッズを送り上がらない若月千夏の野郎がさよならの時というタイトルでブログを更新し、うん、WC の名誉アドバイザーから退くことを示唆しました。有吉、うん、さん、ついにこの番組のスポンサーがいなくなってしまいました。ディレクターの辻さんも財布はカツカツ、高井さんもお相撲を見に行くためお金は払えません。僕はまだこの番組を聞きたいんです。パーソナリティである有吉さんにお金を払ってとは言いません。どうかマスワカ翼に対し土下座をしスポンサーお願いできないでしょうか。僕はマスワカプロデュースのメンズエッグ系グッズを身につける心の準備はできています。よろしくお願いします。頼んでみるか。そうですね、言ってみるだけ。ギャル王みたいな服。ギャル王なんだっけ、島村だっけ、島村のなんかやってるよね。そうですね、はいはい、プロデュースみたいな。うん、島村のもんくれねえかって頼んでみようか。お願いします、頼んでください。リスナーのために松坂に乗り換えてきた。同じようなラジオネームスカの弟。有吉さん、ゲロブスゴミガエルこと小林義則の野郎がブログでAKB48 の宮沢さえが上海一本で行きますと発言したことに対してこんなことを言ってやがりました。さえちゃん、目を覚ましてくれよ。わしはさえちゃんが心配でたまらん。目を覚ましてほしいのはお前だよバカ野郎。くだらねえギャグ漫画描いて小銭稼ぎしてた三流漫画家が真面目に二流アイドルに物申してんじゃねえよ。どうせお前が AKB 好き公言してんのもビジネスでやってることだろ。本当に AKB が大好きでプライベートで握手会に行ってる伊藤英明さんに失礼だわ。てめえなんぞ握手会でポコチン出して友達んこになりましょうって言ったところを警備員にとっ捕まえられて死ぬまで刑務所ですいませんやんってわめいてるおくとじじい。お坊ちゃまくんまで言われますか。あれ宮田祭のさ、上海一本で行きますっていう堂々たる宣言ってさ、はい、あれやったらさ、みんな自由じゃない。あ、そもそも秋元さんに言われたんでしょ、 AKB と上海でやんなさい、うん、それでまあ嫌だったのかどうか知んねえけど、うん、いやじゃあまあ分かりましたって飲んだわけじゃん、はい、偉い人が言うから、はいはい、うん、さあさ今度選挙でさ、うん、上海一本で行きますって勝手にそれ言ったらさ、全員めちゃくちゃになんだ。指原がじゃあもう、博多やめて、私も AKB 一本で行きますって言ったら AKB 行けんの。これダメでしょ。そうですね、それお前が決めることじゃねえだろって話じゃない。そうですね、そんなことはないの。前もって言ってんですかね、発表する前に。まあそうなんだ、俺も事情知らないからさ。それだったら俺だって急に言いたいじゃん。急に人力車一本で行きたいと思いますみたいなさ。一本ってか別に掛け持ちしてないから。太田プロ一本ですよね。そうです。急に、いや自由に移籍でき、移籍とかさ、自分の立場を自由に明確にすりゃそうやって いいの、はい、っていう、うん、不思議だなと思ったんだから、それ大丈夫なんだと思って、うん、それだけなんだけど。ラジオネームムスカの弟。有吉さん、強すぎる性欲を抑えきれず、髪の毛だけでなく歌手としての地位好感度すべて落としてしまった ISSA さんのオフィシャルツイッターを見ていたところ、スタッフではなく本人がつぶやいている内容が気になったのでピックアップしたいと思います。なんかクタクタ、本当のつぶやき。眠すぎ、本当のつぶやき。トマト味噌汁うま、本当のつぶやき。ツイートつまんねえし、眠いだの腹減っただの、お前どんだけ本能のままに生きてんだよ。食欲睡眠欲ばっか見せてねえでよ、お前が持ってる欲の中で一番強烈な性欲に対する本当のつぶやき見せてくれよ。なんかクタクタ、気上位なのに本当のつぶやき。行き過ぎ、本当のつぶやき。女の汁うま、本当のつぶやき。な、魅力的なアカウントになっただろう。AKB とやったり、モデルの出来損みたいなやりまんとやったら、逐一ツイッターで報告してくれよな。お前もう失うものなんか何もないんだからよ。嫉妬だよ、もう。ひどいなぁ。一切に嫉妬するのもうやめねえから。そうですね。負けだろ、俺らの。もう俺らの負けは決定してるだろ。一切は。つける心の準備はできています。よろしくお願いします。
頼んでみるか。そうですね。そうですね。言ってみるだけ。ギャル王みたいな服。ギャル王。なんだ、島村だっけ？島村のなんかやってるよね。そうですね。はいはい。プロデュースみたいな。うん、島村のもんくれねえかって頼んでみようか。お願いします、頼んでください。はい。リスナーのために。から松坂に乗り換えて、同じようになって。ラジオネームスカの弟、有吉さん、ゲロブスゴミガエルこと小林義則の野郎がブログで AKB48 の宮沢さえが上海一本で行きますと発言したことに対してこんなことを言ってやがりました。さえちゃん目を覚ましてくれよ。わしはさえちゃんが心配でたまらん。目を覚ましてほしいのはお前だよバカ野郎。くだらねえギャグ漫画描いて小銭稼ぎしてた三流漫画家が真面目に二流アイドルに物申してんじゃねえよ。どうせお前が AKB 好き公言してんのもビジネスでやってることだろ。本当に AKB が大好きでプライベートで握手会に行ってる伊藤秀明さんに失礼だわ。てめえなんぞ握手会でポコチン出して友達んこになりましょうって言ったところを警備員にとっ捕まえられて死ぬまで刑務所ですいませんやんってわめいてろクソじじい。お坊ちゃままだ言われますか。うん、あれ宮沢さんのさ、上海一本で行きますっていう堂々たる宣言ってさ、はい、あれやったらさみんな自由じゃない。自由、あっそもそも秋元さんに言われたんでしょ、うん、AKB と上海でやんなさい、うん、はいはい、それでまあ嫌だったのかどうか知んねえけど、うん、いやじゃあまあ分かりましたって飲んだわけじゃん、はい、偉い人が言うから、はいはい、うん、そしたらさ今度選挙でさ、うん、上海一本で行きますって勝手にそれ言ったらさ、うん、全員めちゃくちゃになんない。指原がじゃあもう、博多やめて、はい、私も AKB 一本で行きますっつったら AKB 行けんの。これダメでしょ。そうですね。それお前が決めることじゃねえだろって話じゃない。そうですね。そんなことはないの。前もって言ってんですかね、発表する前に。まあそうなんですか。俺も事情知らないからさ、それだったら俺だって急に言いたいじゃん。急に人力車一本で行きたいと思いますみたいなさ。一本って感じで掛け持ちしてないから太田プロ一本ですよね。そうです。急に、いや自由に移籍でき、移籍とかさ自分の立場を自由に明確にすりゃそうやって いいの、はい、っていう、うん、不思議だなと思ったんだから、それ、うん、それ大丈夫なんだと思って、うん、それだけなんだけど。ラジオネームムスカの弟、有吉さん、強すぎる性欲を抑えきれず髪の毛では髪の毛だけでなく歌手としての地位好感度すべて落としてしまった ISSA さんのオフィシャルツイッターを見ていたところ、スタッフではなく本人がつぶやいている内容が気になったのでピックアップしたいと思います。てめえはな、料理研究家副業でやってるくせにノーノーと宣伝しやがってよ。イケメンが大嫌いなゴキブリ系男子の俺だけどな、本気で料理研究してる早見もこみちの方が何ぼか好感も出るんだよ。てめえを見るたびにいつも乳出しやがってよ。ゴキブリ系男子料理研究部の服部先生もおかんもりだぞ。そんなに乳を強調したかったら裸エプロンで3分間ファッキングしとけばな。やろう。ゴキブリ系男子なんですね、服部先生。そうなんですか。絶対違うと思いますけど。あそこの給食屋のおばちゃんに焼いてた。思ってたんですかね、今まで。あそこのね、あれなんですよ、ちょっといい肉じゃが出す店があるんですよ。78ぐらいのおばあちゃんやってるんですけどね、いつも行ったらやりてえな。気持ちいいですね。校長ですよね、うん、学校の、ね、偉い人ですよ。偉い人です。全然強いですね。FM さん、イムスカの弟、アリュさん、こび売りの少女こと小島春菜ちゃんがツイッターで大統領お誕生日おめでとうございますとつぶやき、またもやこびを売っていました。お前な、こび売りすぎだし、だいたいテレビのキャラをいつまでも引っ張ってんじゃねえよ。有吉さんは大統領も軍人ロックスターとかいうセンスのねえ異名も全てキャラなだけで、本当の姿というのは38歳独身少し強がりなド M のおじさんなんだよ。分かったんなら次の有吉 AKB の16でムチで尻叩いてやれ。声を出して喜んでくれると思うぞ。情報量は陰謀3本でいいからな。じゃあな。否定されますか。いやなんかこれ篠田麻里子が、なんか誕生日、有吉さんおめでとうございますみたいなのを返す、はい、それでなんか AKB の話が、有吉さんなんか篠田麻里子がそういう風に言ってるの無視ですかみたいなことまた言うから、
ちょっと面白そうだからじゃあありがとうございますみたいなの送り返した。はいはい。さあ当分して小島があるのもなんかこうやって書いてたんだけど、俺も全然気づかずにまたシカトしちゃってまたちょっとなんか篠田は相手するのに小島は相手しねえのかよなっちゃいますよね。よくわかんないのが気になってたんで関係ないんですけどね。ヤフヤマさん、ムスカの弟有吉さん、ビッグダディもどき塩谷俊のチキン野郎が自身の出演する映画の舞台挨拶でこんなこと言ってやがりました。この映画を通して信じてやり抜くことの大切さ知りました。偉人たちは信念を持ち後世に何かを残してきた。僕も何かを残したいと思います。おい、ビッグダディにコンドームつけただけのクソ野郎、お前言ってることとやってること全然伴ってねえぞ。信念持ってやり遂げるなら二股三股何でもやればいいじゃないか。まあそんなもんですかね。はい、はい、以上でございます。ふみむさん、いますかの弟アリュさん、カリスマの第一人者センスの塊ことリカコさんが NHK のスポーツ討論番組で甲子園大好きと発言した後、専門家の野球界もサッカーのようなユース性を取り入れるべきという意見を聞き、こんなこと言ってやがりました。甲子園は暑苦しいし、なんかダメよね。ヨーロッパみたいにスマートな育成しなきゃね。おい、ババアたった5分でこんなに態度表現する女だってな、俺に罰ゲームで告白してきた女ぐらいしか見たことねえわ。いろいろ言ってやりたいことがあるんだけど、番組中には終わらなさそうだからこれだけは言っとく。宇藤アナウンサーがテレビではやっちゃいけない苦笑いしてたぞ今や女性のカリスマはな、脇汗見せたりリアルな自分をさらけ出すことのできる宇藤アナウンサーなんだよ。てめえは勘違いしてるようだからな、デンマーク行って小便小僧に頭冷やしてもらえ、尿まみれババアが。どうしようかな、うん、大丈夫、ムスカの弟。有吉さん、日本オルチニン協会が飲み会についてのアンケートを行い、有吉さんが一緒に飲みに行きたい芸能人第2位に選ばれたことを発表しました。クソみたいなアンケートだな俺びっくりしたまさか俺にダーリンハニー吉川マシンガンズ、酒好きをアピールするために芸名にまで酒を入れてやがるアルコ&ピースですら有吉さんと飲みに行くのを嫌がってんじゃねえかおい、アンケートで有吉に投票したゴミクズども、お前らみたいなやつが日本にいるからな、政治や経済が悪化するんだ。自民党がダメなら民主党、民主党がダメなら自民党、メディアの報道に踊らされやがってよ。情報社会ではちゃんと自分のふるいにかけて情報を飲み込みやがれ。俺もな、母親からあなたは可愛い子してるわよ、可愛い顔してるわよっていう情報と、卒業アルバムにクラスメートから書かれた君の顔面は一生忘れないという悪意あるコメントをフルにかけてる最中だ。俺は母親を信じる。あげなさいちゃんと。飲みに行きたい芸能人大人気。すごいですね。ね、1位誰なんだろう。1位誰だろうな。うん。さんまさんとか。ああ、そうですね。ラジオネームスカの弟。有吉さん、ヤリマンと3文字かぶっている矢口まりの典型的ディッチがもういちゃもんだよ安田圭の結婚についてブログでこんなこと語ってやがりました。本当に本当に心からおめでとう。私の結婚式でブーケを受け取ってくれて、この結婚自分のことのように嬉しいです。ケイちゃん、やっと婚約発表しましたね。この日を待っておりました。出た出た出た、お得意の自分のおかげです。アピールで好感度上げようってか。ただまさか俺にダーリンハニー吉川マシンガンズ、酒好きをアピールするために芸名にまで酒を入れてやがるアルコ&ピースですら有吉さんと飲みに行くのを嫌がってんじゃねえかおい、アンケートで有吉に投票したゴミクズども、お前らみたいなやつが日本にいるからな、政治や経済が悪化するんだ。自民党がダメなら民主党、民主党がダメなら自民党、メディアの報道に踊らされやがってよ。情報社会ではちゃんと自分のふるいにかけて情報を飲み込みやがれ。俺もな、母親からあなたは可愛い子してるわよ、可愛い顔してるわよっていう情報と、卒業アルバムにクラスメートから書かれた君の顔面は一生忘れないという悪意あるコメントをふるいにかけてる最中だ。俺は母親を信じる。あげなさいちゃんと。飲みに行きたい芸能人大人気。すごいですね。ね、1位誰なんだろう。1位誰だろうな。さんまさんとか。ああ、そうですね。
ラジオネームムスカの弟。有吉さん、やりまんと3文字かぶっている矢口まりの典型的ディッチがもういちゃもんだよ安田圭の結婚についてブログでこんなこと語ってやがりました。本当に本当に心からおめでとう。私の結婚式でブーケを受け取ってくれて、この結婚自分のことのように嬉しいです。圭ちゃん、やっと婚約発表しましたね。この日を待っておりました。出た出た出た、お得意の自分のおかげですアピールで好感度上げようってか。ただな、今回はそううまくはいかないぞ。なぜなら、あの結婚式でお前が投げたブーケを最初に受け取ったのは安田圭ではなくクリス松村だ。そしてクリスが安田にそのブーケを手渡したから結婚しただけであって、お前の手柄ではなくクリスの手柄なんだよ。はぁ、この事実は世間に知られてない。我々を舐めてもらっちゃ困るな。この事実はな、2012年の6月にこのゲスラジオで大々的に放送されてるんだ反省したらヒルナンデスの放送中にズル向け風俗まんじゅう有吉を刺激して昼向け低俗番組しこるんですを放送するむちゃくちゃありがたいですけど。ありがたいじゃないよしこ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 いるからそんなしこるんだしこるんだ一回目は見ようラジオネームムスカの弟。有吉さん、料理番組をするためなぜか美容にこだわる森崎ゆきとかいうババアが水着姿の写真集発売しこんなこと言ってやがりました。この本は美容調理法が載っているので、あくまでも料理本ですからね。やかましいわ、平野レミさん見てみろ、愛のままのババア顔にきついカラフルなエプロンしてんだろ。食料も女もな、ありのままの無農薬の方がいいんだよ。だからてめえもその濃い化粧に包まれた仮面外してもこみちみたいに真面目に料理やれ。どうせすっぴんお化けになってモテなくなるだろうけど、その時は俺んとこ来い。俺のトロトロ